大玉らせんがんにするしかねえんだってばさ。だから何をバカなこと言ってんの。無茶言わないでよ。それでもお願いしたいんだ。あのね、俺は隠居した身だよ。修行とか面倒なことに巻き込まないでほしいの。けど、高橋先生しかいねえんだ。俺だってね、いろいろ予定があんのよ。え、どんな修行でも文句は言わねえ。俺が強くなるには大玉らせんがんしかねえんだ。頼むってばさ。おい、ちょっと。はあ、気持ちは分かったから。サンキュー、かかし。だけど、あ、大玉は無理。やってみなきゃ分かんないだろ。分かるさ。なんで。だってお前には九尾の膨大なチャクラがない。そもそも不可能なのよ。 いやあ、かかし先生ってば、ちょっとぐらい修行を見てくれたっていいだろ。大玉螺旋丸なら無理だって言ってるでしょ。諦めることだ。螺旋丸。え？俺の話聞いてた？ すげえ。ま、俺でもこの程度なわけ。大きくしたら大きくした分、チャクラ量が伴わないと威力が出せない。カカシ先生でも難しいならどうすりゃいいんだよ。俺 二度とあんな惨めな負け方はしたくねえんだ。やれやれ、親子揃って負けず嫌いで言い出したら聞かないんだから、しょうがない。チドリを教えてほしいだと。私、もっと強い術を身につけたい。気持ちは分かるが、今のお前では無理だ。でもチドリのような直線的な術は高い攻撃力を持つ反面、相手にとってもカウンターを狙いやすい。つまり、 相手のカウンターを見切る目、シャリンガンが必要だ。だったら私にもできるよね。なら試してみるか。サラダ、俺に突きでかかってこい。え、パパだからって遠慮しないんだから。 どうだ、 パパの動きを見切れなかった。シャリンガンなのに、なんで？お前の一つどもえのシャリンガンでは敵の動きを見切る動体視力が足りない。チドリを得得するには二つどもえが最低でも必要だ。じゃあ修行で二つどもえに開眼すればいいよね。いや、私パパみたいなシャリンガンになれるならどんな修行だって耐えるよ。巴の数は修行でどうにかできるもんじゃない。 極限の状況で追い詰められ、感情が高まった時ようやく開眼するものだ。極限の状況ってどうすれば。そもそもお前は一つどもえのシャリンガンすら十分に使いこなせていない。だからまずは一つどもえのシャリンガンを強化する。パパ、やる。
私絶対に強くなる。分かった。お前は前の任務で無数に飛んでくる弾丸のような攻撃を見切れなかったそうだな。だったらこれをかわしてみろ。 パパ、こんなのって追ってことないよ。続けよう。ダメだ。カカシ先生、なんかコツを教えてくれよ。修行に付き合うとは言ったが、教えるとは言ってないからね。あったよ。ま、これはナルトから聞いたコツなんだけど。聞きたい？ 俺には父ちゃんみたいなチャクラはね、実戦経験だって全然足りない。俺がもっと強けりゃ、ミツキンだって怪我させないで済んだかもしれねえ。どうした？泣き言か？そんなんじゃねえって。けど、カカシ先生が俺ぐらいの頃は、もっとすげえ任務いっぱいこなしてきたんだろ。羨ましいってばさ。俺たちの時代は過酷な任務が多かったからな。それに、 俺は任務で仲間を失った。俺からすれば大事な人に囲まれてるお前の方が羨ましいけどね。生まれる時代は選べない。そんなことを悩むより、今自分にできることを考えることだ。俺にできること。あれ。お兄ちゃん頑張って。ひまわり。お前を思ってくれる人がいる。お前は一人じゃないってことだ。一人じゃない。そうか。俺にできることはやってやるってばさ。 一つ一つの対象を目で追うな。それでは視野が狭くなり、動体視力も使いすぎる。もっと攻撃範囲の全体像を捉えるんだ。視野を広げることを意識しろ。はい。シャリンガンの使いすぎだ。少し休むか。 的な修行じゃなきゃ意味ない。鉄球の数を倍にして。お願いパパ。いいだろう。大丈夫か。 まだまだ。俺は一人じゃないってばさ。行くぜ。おう。どうやら自分で気づいたようだな。
四代目の天才的なセンスとナルトの意外性を受け継いでいるだけある。まだ病み上がりなのに。